最高戦日本プロ麻雀協会加山里彩香です。同じく最高戦日本プロ麻雀協会吉田葵です。さあ今回の企画は何ですか？今回の企画はクイズ本田智博。だから葵ちゃんがいるんだ。そうですね頑張ります。本田さんとの関係を軽く説明してもらっていいですか？と本田さんがやっていたお店でずっと働いてて、まあ、付き合いで言うと9年ぐらい。おー長い。勝てるわけないじゃん私。いやもう逆に答えられなかったらどうしようっていうプレッシャーが師匠なの本田くんが。そうですね、そのプロになる前から、うん、なんか麻雀で分かんないことあったら本田さんに質問して、まあ、答えてもらってではやってましたね。あじゃあ師匠、師匠弟子、弟子です。じゃあよく知ってるんだね。3年は本田さんと。いやもう 3,4 回喋ったことあるかなぐらい。あ M リーグ始まってからのそう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 、うん、一番最初なんかあの撮影があってユニフォームみんな着てなんか撮影するじゃん。その時にちょこっと喋って、うん、あとは、まあ、スタジオでたまーに、うん、ほんとちょろっと、いやもうほとんど何も知らないでは今日のクイズを通して本田さんを知っていただければ、ね、知っていこう、はい、ライバルチームだからね、はい、うん、ということで久々の、クイズ動画なので、はい、張り切っていきましょう、はい、それでは第1問、本田智博の好きな手役は？全然知らない。手役？これ絶対知ってるでしょ普通。弟子だもん、ね、まあ、師匠ですからね。いや好きな手役なんか聞いたことないいやなんかよく狙ってるやつとかあるんだよ。はいはい、お2人とも書けましたか？はい、それでは茅森さんから回答見せてください、はい、どうぞ。本一。あなんかよくあるよね。結構多い、ね、結構多いね、うん、イメージがあるとかではないなんか1年目でこう見たりこう一緒に打ったりしたけど、そこまで別に何か偏ったのはないかなって思ってて、うん、だからなんかありがちな葵さんしてみた。はい、わかりました、はい、では吉田葵さんどうぞ、はい、大三元。これはそうなの？どういう、いやあの好きとかは聞いたことないんですけどあの動画で上がってるその大三元、面前大三元とかあるだから、なんかこう言わなくちゃいけない感あるかなっていう読みです面前大三元上がってる動画があるんだ。天杯でだけだったんですけど、ああ上がっそ その次にえその次また大三元上がってたんで、ああそうなんだ、縁のある役からって、じゃああるかもね、うん、はい、はい、それでは正解を発表します。正解は大三元。やったー、うわーさすがじゃん、ね、絶対わかんないなんだよ、本田さんといえば、えでもちょっと一瞬タイヤオと迷ったんですよ。タイヤオ、タイヤオ、タイヤオしてる。あ、そうなんだ、全然わかんないもん。でもやだそれでは第2問、本田智博がこれだけはないと生きていけないものは？わかんない、これだけはないと生きていけないもの。ヒントは、お店とかで売ってるジャンルとしては日用品に含まれるのかな。日用品、うん、日用品でいいと思う、広く言えば。え、そしてもう一個ヒント、うん、そうかな、毎日使うかな、使うもの、毎日使うもの。ちなみにこれ答え2ついただいてるんで、まあ、どちらでも OK です。で今のはどちらにも当てはまるヒントなの。うーん、食べ物とか飲み物じゃないってことね。違いますね、使うものです。使うものね。え、これ2個書いていいの？1個。答えは2個ある。答えは2個だけど1個、どちらかに当てはまればいいです。2つ、いや2つ思った。2つ思ってるんですけど2つ思い浮かべてるけど、2つ書いていい？うん、じゃあ2つ書いていいよ。やったただ最大で1ポイントね、両方当たってても1ポイント、うん、
1個でも1ポイント、うん、1個でも1ポイント、はい、書けましたか、はい、はい、それでは今度は吉田葵さんから答えを見せてください。はい、どうぞ。ティッシュとアルコール、アルコールっていうのは飲む、あ、消毒、あ、なるほど、消毒の方、こんなご時世ですし、そう、うん、なんかそういうイメージなの、潔癖というか綺麗好きというか。そうですね、なんかそのコロナ始まった頃まだお店にいらして、その時はもうなんかずっとシュッシュしてるイメージがある、なるほど、はい、わかりました。それでは茅森さん、どうぞ、はい、ティッシュと歯ブラシ、ああ、なんか似たような感じだね、うん、これは、まあ、ヒントからまあ、ヒントからで、日常的に使うもの、まあ、ティッシュはやっぱないと困るなと思って、歯ブラシもね、歯磨きたいよねみたいな、毎日使うし、なるほどね、はい、わかりました。それでは正解を一つずつ発表します。はい、一つ目、はい、乾燥肌に良い化粧水、知らねえ、これが一つ目、乾燥肌なんだ知らなかった。そして二つ目、シャンプー、迷ったそれ、迷った、シャンプーは出た、乾燥肌だったんだっていう、あ、知らなかった、そんな、あ、でも化粧水はつけてたけど、そんななんかこだわってるような、いや、男の人で化粧水は出てこない、うん、当たる気がしないこれ難しい。それでは第3問、本田智弘が最後の晩餐に何を食べる、知りません。本田智弘はですね、ごめんなさい、最後の晩餐に何を食べる、ヒントください。ヒントは、特定の料理というか食べ物の名前ではありません。分かった、うん、何々を食べまくるということですね。分かんないな、これでいこう。お、2人とも書けました、早いな、はい、はい、それでは今度は茅森さんから答え見せてください、どうぞ。母ちゃんのご飯、おお、いいですね、なんか結構家族好きなイメージ、わかんないけどイメージなるほど、はい、はい、それでは吉田葵さん、どうぞ。はい、お肉、おお、肉好きなんですか。なんか焼肉とかすき焼きとかお肉ばっか食べてるイメージがあります。はい、はい、それでは正解を発表します。正解は甘いものを食べまくる、残念、そうだ、甘いものも好きだわ、母ちゃんのご飯じゃない、まあ甘いものがあればもしかしたら甘いもの好きなんだね。でもし皆様本田さんに差し入れとかをする際は甘いものだと喜んでくれるってことですね、覚えておきましょう。それでは第4問、本田智弘が人生で一番後悔したことは、わかりません。こちらですね、なぜか答えを3ついただきました、一番なのに一番後悔したことという質問に答え3ついただいたので、めちゃめちゃ後悔してんじゃんどれか当たれば OK です。人生めちゃめちゃ後悔してんじゃん、どれか当たればいい。3つともさやねえも葵ちゃんも知らない情報ではないっていうか、本田さんの、うん、私何にも知らないよ、まあ、それでも分かること、例えば本田さんって男性じゃん、それは知ってるじゃん、うん、1個大ヒントいきます、本田さんのお仕事って何ですか。でもそれしかないんだよね、知ってるって言ったら、まあ、それもね、3つのうちの1つ、麻雀プロですよね、うん、それに関わることも1つあります。あ、3つのうちの1つ、うん、じゃあ私は自分の思ったのでいきます。消しとるで、もう分かんなすぎてイライラしてきたやめますかけました、はい、はい、それでは吉田葵ちゃんから答えを見せてください、はい、もっと勉強をしておけばよかった。ほう、それは遠回しにディスってる、
ディスってないんですけど、ディスってないんですけど、なんか会話の中であったような気がし、ああ言っているのを聞いたことがある。そうそう、なんかそう、学校でちゃんともっと勉強しておけばよかった的なことをやってた記憶がかすかに。あ、まあ、大人になってからそういう人多いよね。そうそうそうです。確かに確かに、わかりました。それでは茅森さんお願いします。麻雀をしすぎたから学校でもっと勉強した。つなげる。どっちかにして、これをやりすぎたためにこうなったっていうことですね。あ、なるほどね。じゃあもしもっと勉強をしておけばよかったの理由が麻雀ではなかったら不正解になっちゃうので大丈夫？大丈夫です。わかりました。それでは3つ答えがあるので1つずつ発表します。はい。1つ目、結婚しなかったこと。しそうな人がいたってことじゃん。どうなんだろう、これについてはちょっと理由はちょっといただいてないんでわからないんですけど、まだできるのになって僕も思ったんですけど、誰々とってことだよね、きっとね。直前まで行ったとかね、もしかしたらあるのかもしれないですね。はい。そして2つ目、子供を作らなかったこと。いや、まだ作れるじゃん。そうなんですよね。いや、だからその人と結婚しなかったから子供が、繋がってますね。いたんだ、そういう人が。かもしれないですね。なるほどね。はい。そして3つ目、麻雀に出会ったこと。おー、正解。やったー。いいでしょう、正解。こちら、一応この麻雀のことだけ理由いただいてまして、麻雀が面白すぎて時間を使いすぎて、他の趣味を全然持てなかったからです、ね、麻雀しすぎてね。はい。いや、でもそういう人いっぱいいるのよ。あ、麻雀プロには。プロっていうか麻雀してる人にはね。なるほど、まあ、本田さんもその一人だったと、はい、いうことでした。第5問、本田智弘が思う自分のチャームポイントは。見た目。こちらも答え2ついただいてまして、1つは見た目。2つもあるのか。1つは見た目で、もう1つは、見た目ではないですね。自分の振る舞いというか、まあなんかこっちの振る舞いの方は、これってチャームポイントなのとは思いますけど、若干ね、若干。絶対答えられないやつ。あんまり自分で言う人いないかな。自分で言う人がいない。長所としてね、チャームポイントとしてあんまり自分では言わないかな。うん、ちょっと。合ってるかわかんない。何それ？ヒントで。ちょっとカメラに。見た目のヒント。ああ。映ってますね。わからん。はい。はい。行きました。はい。それでは茅森さんから見せてください。はい、天然のど仏。あ、なんか、ね、なんかのど仏すごい出てる感じする。なるほど。でどちらか、天然はもうみんな結構言ってるから、うん、そうだね。どちらかが合ってれば1ポイントということで。はい、はい、それでは葵ちゃん、はい、見せてください。筋肉。あ、ツイートしてたよね。ツイートしてましたし、なんかそのお店にいる時も時々急にあの筋肉ん筋トレ用品用具買って店に置いてしばらくやって使わない配送庫をひたすら繰り返してたのを見てました。あ、いいですね。豆情報、プチ情報が入るといいですね。すぐ飽きちゃう。飽きっぽいのかな。わかりました。それでは正解を発表します。1つ目、見た目の方いきますね。見た目は、最近は手の血管をよく褒められる。あー、血管出てるわ。これ筋肉惜しかったけどね、残念。いやー、惜しいな。血管って。そして2つ目、あざといところ。あざとい、あざといんだ。うん、これ自分で言います。あざとい、あざといかな。あざといを自覚してるっていうね。自分でやってんでしょ。うん、あざとくやってるってことなんですかね。そう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 。はい、最近あざと女子とかいるもんね。いますね。その男版だ。チャームポイントだそうです。
第6問、本田智弘が自分以外の M リーガーに生まれ変わるとしたら誰になりたい？二択だな。男女、男女ヒントいきます、うん、それぐらいくれ。男性です。ここにここにいるかな。まあどうでしょうね、他にもチームはありますから。ああそっか、そうだ。ああ、ああ、他、こっちにしよう。いや二択なんだよな、こういう時ってどっちにしようかな。はい、いきます。はい、はい、それでは吉田おちゃんから答え見せてください。はい、滝沢さん。うん、二択なんですよ。二択のうちの一人ですね。はいはいはい、それでは貝森さんお願いします。久人さん。ああ、二択のうちの一人ですね。二択なんですよ、はいはいはい、なんかでもちょっと滝沢さんよりじゃん、見た目とかさ、体型とか。だから久人さんでした。なるほどね。滝沢さんは聞いたことあるのか。なんか滝沢さんに憧れてプロになったって言ってた気がする。あ、そうなんだ。マジか。それでは正解を発表します、はいはい、正解は萩原正人。あ、それはそっち負けたくなったの。出た、忖度忖度いや忖度ではないと思う。お世話になってるんだと思う。そっか、理由はですね、自分ができないことを全てできるところがいい。うん、ね、まあ、確かにね。いや、いたわここに。最初に見せた。それでは最終問題の前に途中経過を発表します。はい、ここまで貝森沙耶香1ポイント、吉田葵1ポイントいい勝負ですね。いい勝負ですね。ということで最終問題、最終問題ですね、実は答えの5つ、うん、どうなってるの多いな。5ついただいております。なので、うん、皆さん書けるだけ書いていいです。5つまで、はい、5つまで、うん、で、はい、1個当たるごとに1ポイント差し上げましょう。最大5ポイント、はい、うん、はい、ということで最終問題、はい、本田智弘が茅森の一番好きなところは。一番好きなの。一番後にまた5個あったんだ。知らないと思うんだよな、私のこと。5つまで書けるんですよね。5つまでどうぞ。一応ですね、見た目的なところは2つ、はい、はい、それ以外が3つ、はい、はい、5つ以上でもいいの？だって5つまで。かけ放題ちょっと収集つかなくなっちゃうので5つまでにしましょう。なんか似てるんだよ。なんか俺似てる、似てるの。似てるのもある。あるある。よしよし。いや、そう思った。もう本田さんだからもう。これとこれほぼ一緒かなみたいなのもある。それでは吉田おいちゃんから答えを見せてください。え、これどういうポイントになる？うんと。1個1ポイント。そうだよ。最大5ポイント。うん。で、吉田おいちゃんから答えを見せてください。はい。はい。かわいい、麻雀強い、優しい、美人、クール。いくつかなんかまあ、か確かに被ってるな。なんか見た目2つ、かわいいと美人、どっちも入れました。なるほどな。はい。あ、そうか。はい、わかりました。それでは、かゆむさん。麻雀が強い、上がりがでかい、口、バスケしてたこと、顔。なんかね、あの、バスケしてたって言ってた、本田くんが。あ、カヤロさんもしてたんだよねみたいなこと言ってたから。ああ、なるほど、共通点という、ね、そうです。はい、わかりました。それでは一つずつ発表していきます。じゃあみんな正解が出るたびにこう指で1とか2とかやってください。はい、まあ正解があるかわからないですけどない、やばい。いきますね、うん、1つ目、あまり多く語らないところ、うんうん、ありますよね。ないな。ないな。2つ目、惜しいけどね、たまににっこりするところ。ありますか？ないな。ないですね。口っていうのはある、うん、たまににっこりするところ、3つ目、クールなところ。うわー、きたー1ポイント。はい、4つ目、口。おすごいね、知ってるかのように口。
そして最後5つ目バスケ部だったこと。あということです。ところがすごい。最終問題は葵ちゃんが1ポイント、はい、最年が2ポイント、はい、もう獲得です。まさかの2個当たった。一番好きなとこでバスケをしてたとこってなんかもうじゃあなんかね、一番最初に喋りかけてきた時にバスケの話としてたから、あなんかそれがすごい印象に残ってた。結果発表。はい、本日クイズ本田智弘、はい、全7問を終えまして、はい、ポイント発表します。はい、吉田葵、はい、2ポイント。茅森さやか3ポイント。おー、すごい。優勝は茅森さやか。全然知らないって。選手に勝った。どうでした、今回この答えとか聞いて。イメージ通りだったなとかイメージと違ったなとかありました？いや、1番を聞いてるのに何個答えてんの。そこね、うんうん、そこそこ。まず3つのが来て、もう最後5つですよ。でもなんか本田さんっぽいなって僕は思いましたけどね、勝手なイメージで。本田さんっぽい。なんかあのちょっと他の人と喋ってるの聞いててもなんか意外と結構バーって喋るなっていうのがあったから。へー、でももう喋りたくてしょうがなかっただけなんじゃないかなって思って。もう5個ぐらい言いたくなっちゃった。そうですね、言いたくなっちゃった。それかすごいなんかもう性格が良くて、あーサービス精神でいっぱい答えてたりとかね。あー、それはあるかもしれない。それのおかげでポイントが増えましたよ。このクイズなかなかポイント ね、 そうだね、増えないから、ね、3ポイントなんかなかなか出ないからね。なしとか書く人いるからね。答えなし。なしってみたいなね、あったからね。大悟さんね。はい、ということで今回は吉田葵ちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さやチャンネルの準レギュラーです。いそちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではこの動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。またねー。